とんでもない異世界作品が始まりました。異世界でチートスキルを手にした俺は現実世界を無双するということでね、今回は異世界でチート能力公式略称異セレベナイチを見ての感想を話していきたいと思います。まあそっちのような感想を言いますと、まあテンプレ満載のね異世界ー度作品で、まあ突っ込みどころはかなり多いんですけれども、まあ非常に丁寧なアニメ化してるなという印象がありました。なおかつクオリティがめちゃくちゃ高くてですね、まあめちゃくちゃ高いっていうか、まあその激しくね、超絶動くっていうわけではないんですけれども、決めるところは しっかり決めてきて、なおかつこのキャラクターデザインを違和感なく動かしているっていうところが、ま、かなりいい作品だなと思いました。ま、このクオリティがね、後半まで維持できたとしたら、ま、展開にもよるんですけれどもね、ま、かなり人気の作品になるんじゃないかなっていうことが、ま、第一話見てね、感じましたね。ま、第一話の内容的には、ま、いじめられてどん底にあった主人公っていうのが、ある日ね、異世界へ繋がる扉っていうのを見つけて、ま、異世界へ行くっていうところから始まります。ま、そしていった異世界でですね、ま、いろんなチートアイテムとか、ま、その敵を倒してですね、レベルを上げていく中で、自分がね、めちゃくちゃブサイクで、その太っていたんですけれども、いきなり超絶ね、 マッチョのイケメンに変わっていくってていいくうねまあ、すいもこの作品の作者先生っていうのが、あの、最近ね、第2クルメが、まあ、第2期かなんか放送された進化の実の作者先生でございまして、進化の実も全く同じ導入なんですよね。まあ、主人公はブサイクで太っていていじめられていたんですけれども、ある日、異世界転移に巻き込まれて、まあ、そんな異世界でですね、進化の実っていうものを食べたら、まあ、イケメンになってチートスキルを手に入れてっていう、まあ、導入としては全く同じ感じだったので、 感、まあ、感を感じた方も少ななかからずずいいるるののと思まますまず一番印象に残るのがこの作画というか、このキャラクターデザインでアニメを動かしてくるっていうところですよね。このキャラクターデザインっていうのがですね、まあ、原作の桑島先生のそのイラストにかなり寄せているというか、これをですね、かなりアニメとして再現してどうやって動かそうかっていうところにね、かなり注力しているんだろうなっていうのが伺えてくるアニメーションに仕上がっておりました。まあ、この原作のね、桑島先生のタッチっていうのはアニメに落とし込むっていうのはかなり大変だと思うんですけれども、それをですね、違和感なくアニメーションとして、ね 動かしてていいたっていうところはですねまあ、正直、展開的には突っ込みどころは多いんですけれども、まあ、これでいいんだよと。うん、やるなら、その、テンプレ満載で、もう突き抜けた方がむしろ面白いんじゃないかっていうところを、まあ、しっかりやってる作品だなと思いました。うん。まあ、中途半端にテンプレ盛り込んでっていうところよりも、テンプレやりまくってやりまくって、テンプレっていうのは面白いからテンプレであるので、まあ、その面白いっていうところをですね、まあ、いかんなく盛り込んで、それを突き抜かせたら、こっちのもんだっていうのがですね、もう、第一話見てすごい感じましたね。まあ、異世界へ繋がる扉がなぜか家のが、 の地下室にあって、まあ、その地下室をくぐると、まあ、チートアイテムが満載の、まあ、異世界の小屋に転移したりするっていう、まあ、ところから、かなり用意周到に、まあ、準備されている感じがありまして、なおかつ、その異世界のアイテムっていうのを現実世界に監禁するっていう、現実世界の日本円にですね、監禁するシステムっていうのが内蔵されているんですよね。っていうですね、明らかに人為的な何かが関わっている感じが、まあ、第一話から伏線として貼られておりましたので、まあ、それがね、このワンクロの中でどういう感じで回収されていくのかっていうところが気になるポイントかなと思いましたね。まあ、そんな感じで、もう見慣れた異世界チート展開というか、 テンプレ要素っていうのはかなり満載の作品になっているので、まあ、かなり好き嫌いは分かれる作品なのかなと正直思ったんですけれども、まあ、その導入としてはですね、まあ、テンプレ満載でむしろ突き抜けたやってやろうじゃないかっていうところがかなり伝わってくるダイチャーで、まぁ、あ、つかみとしてはかなり良くて、アニメーションとしてのクオリティっていうのも、この原作のキャラクターデザインっていうのは完全再現とまでは言いませんけれども、まあ、かなり寄せた上で違和感なく動かしてくるアニメーションっていうのはかなりすごいなと思いました。ということで今回は、まあ、異世界でチートスキルを手にした俺は現実世界を無双するダを見ての感想でございました。いや いやーこれは異世界チート無双系というかね、ナロー系のいろんな要素っていうのはこれでもかっていうぐらい詰め込まれている作品だったんですけれどもね。まあそういうところでかなりね、賛否ははっきり分かれるような作品だと思ったんですけれども、まあ一話としてのつかみはかなり良くてですね、まあクオリティも非常に高いものに仕上がっておりましたので、まあこれはワンクールね、どんな感じのアニメになっていくのか気になるところでございます。皆さんどうにしてもコメント欄にお願いします。それじゃあまた。